はい、じゃあ6日目のね、補習をやっていきたいと思います。はい、第2一番なんですが、ちょっとね、グラフを読み取るだけではわからないところやし、結構この問題難しいところです。で、ズバリ答えを言っちゃうと、はい、2番が違います。2番なんですが、これは覚えてるかな？はい、韓国が経済発展をしたのは、ハンガンの奇跡と呼ばれるものです。それまで軽工業中心やった韓国経済が重化学工業に転換していくことになりました。はい、なので、はい、答えは2番ですね。1980年代って書いてあるけれども、ハンガンの奇跡が1973年から起こった工業化と言われているんで、経済発展っていうのは1973年ですよということになっています。答えが2番になります。はい、じゃあ次行きましょう。これなかなかね、難しいように見えるんだけど、例えばね、カイロってあるやん。カイロっていうのはナイル川が流れてるでしょ。はい、この中で他に、三角数になるやつはないので、これが、ね、ナイル川の河口やとであるカイロやということが分かると思います。はい、次、ちょっと難しいところですね。まだ、エスチュアリーっていうのが出てきています。で、ヨーロッパにはエスチュアリーっていうのはいくつかあります。で、具体的に2つエスチュアリーを覚えておいてください。テムズ川とセーヌ川、こっちはエスチュアリーです。一方で三角数、はナイル川、ね、三角数は一番有名なのはナイルじゃない、ごめんなさい、ライン川ですね。はい、ライン川であったり、まあ、もちろんナイル川も三角数なんですが、はい、それからドナウ川ですね。この2つは三角数だよっていうのを必ず押さえておきましょう。ってなった時に、当然ハンブルグっていうのは、はい、エスチュアリーになりますので、これがハンブルグということになります。はい、よって答えが1番になります。で、まあもう一つこれね、分かればいいんですが、そもそもベルゲンってどこの都市か分かりますか？ベルゲンっていうのはノルウェーの都市です。ノルウェーでフィヨルドが見られるのがベルゲンですね。はい、ということから4番がベルゲンで、2番なんですが、高潮による水没、これ水の都と呼ばれるベネチアですね。はい、2番がベネチア。まあ、ちょっと難しいかもしれません、この問題。ただ、まあ、押さえるポイント、例えばベルゲンがどこの都市かとかっていうのが分かれば結構分かったりすると思います。まあ、そういうところさえ押さえてくれたら、まあ、しっかりね、解ける問題ちゃうかなと思います。はい、次、問いの3番です。はい、問いの3番なんですが、日本の農山村地域についての、変化について述べた問題ですよというところなんですが、まあ、多分これも分かるよね。はい、3番が誤りです。3番、何が違うのかっていうと、地産地消が推奨されたからといって、耕作放棄地が、放棄地が減少したっていうのはあまり無関係ありません。耕作放棄地っていうのは、現在でも増加していると。ですよというのが問題になっています。再答えが3番になります。はい、次行こう。
はい、衣服の問題が出てきました。はい、どんな関係があるのかというと、例えば、これ想像できるかな。はい、四角形の布の中にですね、頭の通る穴を開けた蓋がある。これはね、ポンチョと呼ばれる。ポンチョっていうのは、アンデス山脈あたりで見られる服装です。なので、この中で言うと南アメリカの高山地域、ということになります。なので、アーが、アーは、南アメリカの高山地域。次に、これですね、放熱性や吸水性に優れた汗。だって乾燥地域やったとしたらこんなもの絶対いらないんじゃないですか。吸水性に優れたものなんて雨降るから必要なんでしょ。だから当然熱帯地域です。これが東南アジアの熱帯地域で、こっちが西アジア、ちょっと申し訳ありませんが西アジアという形になります。はい、っていうことから答えですが、答えが4番になります。はい、次問いの5番いきます。はい、適当なもの1つ選んでくださいという問題ですね。次、はい、さらに難しくないです。例えばセンターピボット方式で地下水を汲み上げるよね。だから井戸を設けてセンターピボットの、農業と呼ばれる灌漑農業が広く行われているっていうのはまず間違いだし、州村になってるって書いてるけど、アメリカの農村って基本的に離村ですよね。非常に一個一個の家が離れているっていうのが特徴的です。それから、ブドウやその他の果実は作物に適応するように標高に応じてって書いてあるけど、標高特に関係なくブドウ園とかっていうのはほら見られるよね、というところから、はい、答えは2番になります。アメリカはタウンシップ制の下で方形四角形の形に、区画が、作られています。はい、答えが2番になります。はい、次、ぜひこれは間違えたらあかん問題。まあ悩んでも数で悩んだとしても多分ここにこれが多いからって考えてくれてください。例えば、はい、アジアにめっちゃ多い、あ、もうだってインドネシアだけで 2.5 億人人口がいますよね。その人たちがまあおおよそイスラム教徒です。っていうことはそれを知っていればね、インドネシアが 2.5 億人ぐらい人口がいてイスラム教徒やっていうことを知っていれば、はい、イエとかウルをイスラム教徒選ぶことがないんです。だって2億人いないんだもん。はい、なのでこっちがイスラムになります。はい、次、今度はここ非常に、中央南アメリカに多いと。これはね、この国々ってスペインとかポルトガルの影響を受けてるよね。なので基本的にカトリックなんですよ。一部の例外を除けばカトリックなの。はい、なのでこれがカトリック。これがプロテスタント。になります。はい、なので答えが1番をしてあげたらいいよというところです。はい、次、これもそんなに難しい問題ではないです。大都市構造内で、これよく文章を読んでみて、 A は A 地区では観光地や企業の本社などが見られ、中間人口と、夜間人口の差が小さいって書いてあるけども、はい、ここ A の地域っていうのは当然この差っていうのは大きい地域ですよね。人が住まないけど、ここにみんな働きに行くから、中間人口の方が多くて夜間人口は少ないっていうことが、地域は言えます。
はい、B 地域中小企業や問屋などが見られ、住民の高齢化が進んでいる。まあちょっとこれ置いておきましょう。はい、3番、都市計画に基づくスプロール現象。スプロール現象っていうのは無秩序な開発です。無秩序の開発で見られる。だから都市計画に見られるっていうのが違うし、はい、4番 D 地区では、工場や倉庫群、いやこれ土地広いやん、土地広いやつの地価が高いわけがない、ここは安いんです。ということから答えが、はい、2番よということが分かります。問いの7番答えは2番になります。はい、最後いきましょう。はい、発展途上国では先進国と違った都市化の特徴が見られると、その、特徴について述べた文と一つ選びなさいと、適当なものを一つ選びなさいなんやけれども、はい、近隣の中小都市に、集中するため、大都市の人口は伸びない。違います。もうここに大都市に集中するんです。タイなんて典型的ですよね。タイのバンコクっていうのは、バンコクはめちゃくちゃ人口、1000万人以上人口がいるんやけれども、2位以下の都市っていうのは100万人も満たない都市です。はい。で、次、ちょっと2番、3番置いとこう。4番、自動車の普及率が低いため、大都市の交通渋滞は発生していない。自動車の普及率、そら東京とか、東京っていうか日本とかアメリカと比べたら低いけれども、道路がちゃんと整備されていないから、交通渋滞が発生しやすいんです。なので、はい、この4番も違うということ。じゃあ、1番か2番か。パッと読むと、全部、どっちとも合ってそうな問題ですよね。ただ、はい、これ2番をよく読むと、大都市では住民の、所得水準が低いため、高級住宅地は形成されないって書いてあるんだけれども、高級住宅地はあります。高級住宅地の外側に、劣悪な環境を住むようなスラムとかが形成されますよ。ということで、これ2番は違うということで、はい、答えが3番になります。はい、不法占拠した土地で劣悪な住宅に住む人々も少なくない。はい、スラム街とかはその典型やということが言えると思います。答え3番になります。はい、じゃあ今日の授業はこれで終わります。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回は知識編、世界各地の知識編をやっていきます。まずは南アジアからなると思いますので、しっかり頑張っていきましょう。じゃあまたよろしくお願いします。